こんにちは、トルーパーズの山中です。今日は、ガーバーの、10ピースツールキット、こちらを紹介いたします。はい、このようにまあ10個のツールがついてるんです。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、こちらのアダプターも入れての10個ですね。はい、それが 10ピースということですね。で、あとこちらのナイロンポーチもついています。こちらはこうやってスロットが2つついているので、あのマルチプライヤーと一緒に、収納することができます。よいしょ。まあ、ただマルチプライヤーといってもこういったサスペンションクラスのやつだったらいいけど、ちょっと物によってはあのこういったちょっと大型のセンタードライブなんかはちょっと収納は難しいと思います。で、こちらツールキットの紹介なんですけども、こちらはですね、まあ、ナイロンポーチもういいや、こちらのアダプター、片っぽが正方形、片っぽが六角になっていて、こういったマルチフライヤー このプラスドライバーですね。この正方形の形状をしたプラスドライバー、こちらにこう刺す。そしてこちらの各ビットをさらに刺す。こうやって使うものですね。一応マグネットがついているので簡単には落ちません。で、じゃあ、他には、例えばこのプラスドライバーがついてない正方形のね、こういったセンタードライブなんかには、このアダプターそのものがついているので、こちらに、ツールキットに付属のアダプターをなしで、抜けない。直接使うことができます。なのでセンタードライブをお持ちの方も使用は可能と。で、他にもちょっとセンタードライブ用のやつちゃんと間違えないようにちゃんと元に戻しておいて。他にもあのこちらの、アームバーというモデルなんかもこのようにアダプターがもともとついているので、あのこうやってあの直接ちゃんと使うことができます。で、それでですね、あとはこちらの、じゃあこの9つのビット何がついてるんだいっていうと、内訳としてはちょっと専門的な表記になると思うんですが、こんな感じでついております。わかるかな。という感じでございますよ。はい、一応プラス3種類、マイナス3種類、六角、ヘックスってやつですね。それが3ミリ、4ミリ、6ミリと、それぞれ3種類ずつついていますという感じで、まあ、あとはですね、ナイロンポーチに関しては別、ね、あのサイズ限られちゃいますけども、まあ、サスペンションネクストあたりだったらいけるんですがね。まあ他にもあのデュアルシースとかいうね、ガーバーの結構しっかりしたナイロンポーチ出てたりするので、まあ、そういったのもいいかなと思います。ではそういうわけで、こちらのガーバーの10ピースツールキット簡単に紹介させていただきました。下の説明欄にリンクの方貼っときますので、よかったら検討の方をよろしくお願いします。ここにアダプターのところに何ちょっとガーバーって書いてある。まあいいや。はい、じゃあ最後まで見ていただいてありがとうございました。